南波内新郎は、四季の王子と、一知姫の娘で、公認天皇の同母姉妹。二品。南波内新郎の死は、皇后を廃されていた井上内新郎とこのおさべ、新郎の呪いによるとされ、井上内新郎とおさべ新郎は遊兵された。祖父諸人は、十六以上だったので、死人のいない環境で育ったと思われる、四季の王子と、一知姫の娘として生まれる。 はじめ南馬女王。天平19年正月、6位から14位下に除され、天平商法2年8月、14位上に上る。法紀元年に公認天皇が即位すると、天皇は自身の兄弟姉妹を、新王、内新王とし、南馬女王も11月に内新王となった。4品から品位を進め、法紀3年5月に3品、法紀4年9月に2品で、 同年10月14日に皇居。桑原王と最近今盲人を派遣して、もごとを看護させている。南波内親王皇居の前年の放棄3年、公認天皇を図祖したとして3月2日に、皇后井上内親王が廃され、同年5月27日にはその子のおさべ王も、皇太子を廃されていたが、南波内親王の死も廃校、井上内親王の図書によるものとされ、 内親王の死から5日後の10月19日、井上内親王と長部親王は大和国内軍の木管の屋敷に遊兵され、放棄6年4月27日に両者とも同日に没した。ありがとうございます。